どうも、カウンセラーのカズキです。本日は、複雑性 PTSD って何？原因から改善法についてお話しいたします。あなたは複雑性 PTSD 聞いたことありますでしょうか？ PTSD なら聞いたことあるけど、複雑性って何？とかって思いますよね。これはアメリカの精神学者、ジュディス・ルイス・ハーマンによって提唱された概念です。複雑性 PTSD というのは、DV とか幼少期の虐待、いじめというのを長期間受けた際に生じる一連の症状を言うんですね。一般的な PTSD と複雑性 PTSD の違いなんかお話ししますと、 PTSD というのはトラウマとか性被害といった一時的な体験によって起こるものなんですね。ただ複雑性 PTSD というのは毒親による虐待、長期化によるいじめ、長期的な DV というようなところから起こりますので、具体的な違いといえば短期的か長期的、反復的かと言えます。また複雑性 PTSD っていうのは、先ほど言ったように長期的に何かを受けている状態なので、自己概念、アイデンティティ、性格、考え方なんかに大きく影響を及ぼしてしまいます。ということで、この動画では複雑性 PTSD について症状だったり改善法というのは詳しくお話ししますので、ぜひ最後までご覧になって、今後のあなたの人生もしくは周りの人をサポートするためなんかに生かしていってください。では早速ですが、複雑性 PTSD について、まずは複雑性 PTSD の原因についてお話しします。実は反復的な辛い経験というのが全て原因になりうるので、結構事象ってのは多様なんですね。例えばパワハラといったように、大きな声で叱責を受けたり、長期間怒られるなんてことがありますと、それが心の傷なんかにもなりますし、虐待なんてね、幼少期からずっと大人になるまで暴力であるとか暴言、ネグレクトといったようなことが起きますと、それによって人格形成が歪み、複雑性 PTSD なんかにもなります。他にも DV なんかはやっぱり大きく影響します。例えば旦那さんや息子から暴力を受けた女性が複雑性 PTSD になったっていうことよくありますし、セクハラといったように、女はこれだから仕事ができないみたいな差別的な発言を受ける、または電車なんかで何度も何度も痴漢に遭うっていうことがありますと、気づかぬうちに心の傷を負い、複雑性 PTSD になってしまいます。また陰湿ないじめを長期間受けるですとか、発達障害を持った方なんかもやっぱり失敗が多く、いろいろ怒られることが多いですから、どうしても発症してしまう傾向があるんですね。正直なところ、これって不慮の事故じゃないですけども、どうしても避けられない場合ってあるじゃないですか。後ほど具体的な対策法とか改善法なんてのもお話ししますけれども、自分をちゃんと守る必要が出てくるんですね。複雑性 PTSD は、以前こちらの動画なんかでお話した PTSD の症状の出現後、今から言う3つの症状が持続すると言われています。まず1つ目が、感情がコントロールできなくなるということです。そう、 PTSD の人っていうのは感情を基本的にコントロールできるんですが、複雑性の方はいじめとか虐待といった長期的なストレスを与えられ続けるため、感情のコントローラーができなくなっちゃうんですね。例えば急に泣き出すとか、怒り出す、笑い出す、情緒は不安定になる、悲観的になるなんて症状が出てきます。またずっと暴力を受け続けるとか、いじめられるなんてことがありますと、感情麻痺っていうのが起こることもあります。というのも、泣こうが叫ぼうが怒ろうが、暴力を振るわれ続けるってなったら、もう怒る、悲しむっていう感情無駄になりますよね。なのでそういった感情を麻痺させて、ポジティブな感情だけを残すようになるなんてこともあるわけです。そこまで言ってしまうのはかなり重症なんですが、どちらにせよ感情のコントロールっていうのがもうよくわからなくなっちゃうわけですね。そして2つ目が、認知の歪みが起こるということです。 PTSD の方よりも複雑性 PTSD の方の方が認知が歪みやすいです。だってトラウマになるような経験を何年もずっと長期間受けてるわけですよ。そりゃおかしくもなりますよね。例えば常に恥の意識を持っていたりとか、自分が悪いような感覚、自己肯定感の低下、物事に対するやる気のなさ、起死燃料といったような症状を抱えている方がものすごく多いです。どうしても力がない時、特に子供の時なんていうのは逃げ場がないですから、ひどい環境の中に長期間いるとこのようなことが起こります。そして3つ目が、人間関係の構築が困難になるということです。それは長期間人から嫌な経験受け続けたら、人嫌いになりますよね。人を許せないとか、人とのコミュニケーションを取ることが怖い、
拒絶する、人の目を見て話せないなんていう症状が出てしまいますので、学校生活はもちろん社会人として何か頑張っていくっていうことも難しいですし、時として人からの救いの手さえ跳ねのけてしまうんです。そうなったら最後自分の力だけで復帰するっていうのが難しい場合も多いですから、どん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 社会に取り残されてしまうんですね。そして4つ目がフラッシュバックや情緒の不安定によって働けなくなるということです。というのも、親からずっと怒られ続けたってなってしまうと、些細な注意にも過敏に反応してしまいますよね。これ間違ってるじゃん、ちょっと直しといてって優しく言われた時でさえも、うわ失敗してしまった、自分はダメだ、また怒られる、ダメだダメだってなってしまうの容易に想像つきますよね。それが故に仕事をすぐ辞めてしまうとか、突然泣き出す、もしくは突然走り出して逃げ出すなんてことが起きますから、仕事なんかもままなりません。上司や同僚、クライアントからも信頼を置けず、ちょっと君この仕事合ってないんじゃない、やめた方がいいんじゃないなんてね言われてしまい、人生がどん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 悪い方向に進んでしまうんです。なので最後に複雑性 PTSD の改善法、対策なんてことについてお話しします。これ一番おすすめというか、やってほしいのは辛い状況から我慢せずに逃げるということなんですね。長期間辛い体験を受け続けるということが原因になりますので、長期間にならないようになるべく心の傷を減らしてください。例えばいじめであるとか職場が辛いというのであれば、ちゃんと逃げていいですし、親から暴力を受けているという場合、こちらの動画なんかでねお話ししたんですが、いくらでも未成年でも逃げ場所というのはあるんですね。お金がなくても大丈夫なんですよ。いや、お金がないからご飯も食べれなくなっちゃうよ、大丈夫ですよ。ご飯も用意されたことあるんですよ。それを知らないからできないわけじゃないですか。ちょっと調べれば今の時代逃げる場所であるとかいくらでもありますので、ぜひ、まずこちらの動画見ていただくのが一番手っ取り早いとは思いますが、自分の家の近くでそういうところがないかっていうのを探してみてください。そして2つ目が精神科や心療内科に行くということです。ちゃんと専門家に見ていただくことによって改善法とか治療法というのを提案してもらえますし、時としてね本当に辛い症状が出ているのであれば、お薬を使って徐々に改善していくなんてことも可能ですから、薬使いたくないっていうのもあるとは思いますので、それはお医者さんに伝えたらいいと思いますし、具体的なサポートっていうのを受けてみてください。そして3つ目がカウンセリングを受けるということです。どうしてもクリニックとかね病院だと1人当たりの時間というのがすごく少ないです。確か1日でなんか100人以上見ないとなんか黒字にならないなとか、なんかそんなことを話してる人もいました。どこまで事実かは分かんないけど。でもそのぐらいやっぱり回転って大事なんですよね。なおかつ、精神科って、なんかそんな症状が重いのか自分はみたいなね、ちょっと怖いじゃないですか。なので、まずはね、頼れる方がいるんであれば、そちらお願いしたらいいと思いますし、お近くのクリニックでね、取れるところがありましたら、お問い合わせをしてみてください。カウンセラーというのはね、基本的に守秘義務がありますから、あなたのことを口外は絶対しませんし、どのような状況でもあなたの全てを受け入れることができますので、誰にも相談できないんだという方は、カウンセリングをしてみてください。心の傷というのをですね、長期間受けてしまいますと、自分だけの力で這い上がるというのは、とても難しいです。実際、人というのはそもそも弱い生き物だから、みんな集団で生きてるわけじゃないですか。あなたは人の力を借りていいし、頼っていいんですよ。それをね、申し訳ないと思わずに、ぜひ助けてもらうための一歩というのを生み出してみてください。僕は普段このように、あなたの人生がより良くなるような動画というのを投稿しております。さらに多くの方が幸せになりますように、この動画の拡散及び、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。今は辛いことたくさんあるかもしれませんが、大丈夫。ちゃんとあなたは幸せになります。無理せず、一歩ずつ進んでいきましょう。あなたの幸せ、これより願っております。以上、カズキでした。ここまで見てくださった方にプレゼントがあります。動画説明欄にあるカズキの公式 LINE を登録していただき、YouTube という単語を打っていただきますと、限定動画が見られます。あなたの人生が大きく飛躍する内容となっており、ワークなんかもついておりますので、ぜひともチェックしてみてください。その他、あなたの人生が良くなっていく情報というのを公式 LINE 限定でメルマガのような形でどんどんアウトプットしていきますので、ぜひともご利用ください。あなたの成長、全力でサポートいたします。